韓国のユン・ソギョル大統領は、ファーストレディのキム・ゴンヒ夫人とファーストドッグである愛犬の見送りを受け、大統領執務室へと出勤した。キム夫人は今日、ソウル・ソチョの私邸からソウル・ヨンサンの大統領執務室に出勤するイ大統領を見送った。キム夫人はこの日の午前8時21分頃、イ大統領と共に私邸から姿を現した。キム夫人は黄緑の蛍光色の半袖シャツと白いスカート高さの低いベージュの靴という姿で、ペットである2匹の犬を連れて現れた。この日、ユン大統領が私邸から大統領執務室まで出勤したが、所要時間は13分ほどであった。イ大統領は、大統領執務室のリノベーション工事などにより、約1ヶ月間ソウルの私邸から通勤することになっている。